焼けたわよ。剣心。ほう、うまそう。いただきまーす。やこ、さらに強い。早く食べないと。あ、それ俺んだぞ。やるか、クワギ。何それ、今届いたの。なんだ、フミか。京都からでござる。まあ、ミサオちゃんね。はい。あのイタチ娘がフミなんかよこすのかよ。前も来たぜ、こんなやつ。今日のはなんだか違うみたい。京都で不気味な事件が起こったって。不気味な事件？その仏さんはぷかぷか川を流れていたの。身元はすぐに分かった。元幕府の大偉さん。なんだって名家の金持ちがそんな姿になるの？それだけじゃない。不気味なことに仏さんの体中にはまるで呪文のような字や絵が描かれていたのよ。背中には奇妙な文様まで刻まれていた。一体誰が何のために殺したのか。全ては謎に包まれていて、京都はこの噂で持ちきりなのよ。頼む、お願いだ。金なら出す、いくらでも出す。青志君、元お庭番衆お頭の腕を貸してくれ。この京都で一番強いのは君だと極秘の筋から聞きつけてきたんだ。どうかその件でわしを守ってくれ。もう何度言えばわかるのよ。青志様は今戦う気はないのよ。たとえ閻魔様に頼まれたってね。予告状が届いたんだよ。川に上がった遺体のことは知っとるだろう。次に地獄に行くのはわしだと。ここに。一体誰がそんなもの。とにかく警察など当てにならん。青志君、頼む。いかなる理由であれ、今は剣を取るつもりはない。帰っていただきたい。ジア、これ一体何だと思う？おそらく何番号じゃな。何番号？先だって上がった遺体に刻まれていたのもこの文字じゃ。わしも詳しくはないが、ポルトガル、あるいはオランダあたりの言葉じゃろう。じゃあ殺しの下手人は何番人ってこと？それは調べて。予感がするんだ。
こいつは何か途方もない事件の始まりかもしれない。ミサオはいるか？調べがついたぞ。起きろ。アオシ、どうした？何慌てて。ミサオおらんのか？調べとはどのような？250年の年月を超え、復讐の時来たれ。初めは川、次は満月、そして昼が死に闇に変わる時、神の子は現れる。この文様は江戸の初め、キリシタンが用いていたもの。その後長くご禁制に遭い、目に触れることも許されなかった印。早まるなよ、ミサオ。出るなら出てみな。どんなやつか見届けてやる。場合によっちゃこの私が。おら。城城さん、日村さんに お会いしたい。はい。京都へ。青石様から一刻も早くと。私もお供します。お支度を。京都へ。なるほど。お前さんとこに今朝三人目の予告状が届いた。そういうことやな。もうおしまいだ。なんでお前さんが狙われるんか心当たりでもあるんか。もうおしまいだ。
じれったいやっちゃな。わいは気が短いんや。下手人は誰か、それさえ教えてくれればわいが倒したる。そういうとんのやわからんのかい。あ、ここに大昔ポルトガルの宣教師が書いた本だ。異国の言葉やないか。こんなんわからんわ。三人目の復讐は昼が死ぬ時に起きる。昼が死に闇に変わる時、神の子は現れる。ミサオ殿には今会ってきたところでござる。だいぶ弱ってはいるが、じきに回復するじゃろ。体に傷を受けたわけではないからの。じゃあ一体。ミサオは心を射抜かれたのだ、光に。あの晩奴の剣の閃光がミサオを射た。かつて見たこともない光だった。真の一歩。真の一歩、あるいはそれに似た技とは考えられぬか。相手に剣気を叩きつけ、体の動きを止め金縛りにする。それはわからぬ。ただただあの晩あの屋敷で死んだのは予告されていた葛西という当主一人だけだ。